どうもプリンです。今回はオリーキリミちゃんを使って新まんじゅうで遊んでいきたいと思います。オリーキリミちゃんはですね、サンリオコラボで最も注目されているキャラの一体だと思いますので、実際にねちょっと使ってみてその性能をね確かめていこうと思っております。でとりあえずね、今回は喋りながらねプレイしているところを最初からね見ていただけたらと思いますので、じゃあやっていきましょう。今ね、リーダーに設定されているんですけども、一応リーダーチェンしてサブで運用していこうと考えております。はい、じゃあやっていきましょう。でオリーキリミちゃんの性能はですね右の方に載せておくんですけども、なんといってもね変身スキルがちょっと癖があって、水が8個ないと変身できないので、そこをねどうしていくかというところなんですけども、今回サブにねキャプテンアメリカを3体採用しておりまして、でこの変換ループによってね、今回ドロップ確保していくんですけども、三色陣をね使って水ドロップ確保していこうという考えですね。最悪水ドロップが全然なんか変換されなくても、今回上にルーレットを用意してますので、最悪ルーレットでね水ドロップも7個は確保できるので、下に1個あれば変身できるという形ですね。水ドロップを無理やり揃えていくという感じです。リラチンしてあげて、でここはねちょっとワンパンしに行きたいので、しっかりとね水ドロップ消しに行きます。まあ4セット5セット組んどこうかな。5セット組んどけば抜けんじゃないかなと思ってるので、5セット組みに行きます。全体攻撃入れてあげて、こんなんでどうでしょうか。ワンパンしなくても今回のパーティーねコンボ数結構伸びるので、まあなんとかなるかなと思うんですけど、はい、まあとりあえず抜けましたね。 OK です。で今回ねちょっと火力は若干不安がありまして、まあ一応想定では水ドロップ4個から5個を消すとねそれなりに火力出るかなと思うんですけど、まあ、4個はさすがにリムルの変換もあるので確保できると思うんですけど、5セットはどうなんだろうな。まあ今はこうやって水ドロップ多かったですけど、そこがどうなるかがちょっと不安に思ってます。でここね結構ダメージギリギリなので、回復はしっかりしておきたいですね。ただ今回、まあご存知の方も多いと思うんですけど、キャプテンアメリカが、3体で、半減ループができるので、今回3体採用しているんですけども、基本的にはこの半減で全てのね攻撃を受けることができます。ただ HP がマジでギリギリの設定になってるので、まあ、そこはしっかり回復して受けてあげたいですね。あ、倒しちゃうんだね。火力もめちゃくちゃ出るじゃない。正直ワンパンはどうかな、無理かなと思ってたんだけど、ワンパンしましたね。まあもちろん相手によっては、属性によってはね、あの、通りにくい属性があるので、無理だと思うんですけど、ワンパンしました。めっちゃいいです。待って。いや、なんか思ってたより火力出るな。正直火力微妙すぎて、このパーティー昨日から考えてたんですけど、ちょっときついかなと思ってたけど、なんかなんとかなりそうですわ。でここは十字消しを極力組んでいくわけなんですけど、あ、もうダメだ。繋がったわ。今回1階層で使ったポチャッコ武器のダメージ吸収無効が、まあ、続いてますので、時間的には余裕があります。ただ、ジェラはですね、2ターン目に操作時間激減してくるので、めんどくさいんで2パンで倒していきたいですね。さあ、うまく分割してあげて、パズルの仕方が分かんねえな。回復は4つ消し入れたくて、で火は、まあ、できれば正方形組むとより火力出やすいかなと思うんですけど、どう消したらいいのかがちょっと分かんなくて変な感じになってます。さあ、まあただこの辺まではね正直立ち回りは想定してたので、まあ、余裕と。でアズハですね、まあ、ちょっと思ったより火力出ちゃってるんだけど、まあ、今のところ想定範囲内ぐらいで立ち回れてると思います。で今回アズハですね、ここは L 字消し組みに行きます。2個組んじゃうと楽かなって感じですかね。まあリムル使えばさすがに L2 個分ぐらいは確保できると思うので、しっかりと確保していっていきましょう。あと一応 L 字消しするとね竜ヶ峰の火力上がるといったね、ボーナスというかプラスなところもありますね。なので L 字消しも、まあ、積極的に組んでいくといい気がします。さあどんぐらい削るか、いいですね。そう、あとねキャプテンアメリカが2段階目にダメージ無効貫通があるので、
2段階目の時は正方形組まなくても貫通します。1段階目の時は正方形組んであげないと貫通しないので注意ですね。逆にここからは正方形組めば削れそうなので組んでいきます。でも必要かな、でも組むか。ただまあ水ドロップがあんまりなかったりするとリムルのねリーダースキルの火力が上がりにくいので、まあ、無理に正方形組みに行かなくてもいい気もしますね。火だけとかでもこれはいきそうだな、さすがに余裕で。 OK、ダメージ不交換通持ってるのは、サブのキャプテンアメリカ&アイアンマンと、竜ヶ峰だけですね。さあということでトーヤの回来ました。トーヤがですねバンバン出るのかな。今回操作時間書き換えできないのでできればワンパンしたいんですけど、キャプテンアメリカ&アイアンマンが2段階目だったらさすがに余裕だと思う。1段階目だったらね多分 L 字消しとかまでフルで組んでいかないと竜ヶ峰の第三属性をね出していかないときつい気がしてますが、どうでしょう。とかまあ水のセット数にもよるか、6セットとか組んだら全然問題ないですね。今回今5セットしか消してないんですけど、まあ、キャプテンアメリカ2段階目なので余裕。ただしくじったことにオリーキリミちゃんを使い忘れたので HP が少ないままになってしまいました。水のペアこれはねやらかしです。オリーキリミちゃんを貯めなきゃいけないのでちょっとこれはやらかしましたね。まあいいか、2、3、4、そうだよね。そしたらまあここは一旦、いや全体攻撃入れるか、ちょっとやらかしたな。ちょっと全体攻撃入れずに軽く削れましょう。ちょっと想定より一旦多く貯めなきゃいけないのでこんなんでいいか。4セット。いや、5セット。うわぁ、微妙。それでいきますか。はい。で、真ん中ターゲットにして、あぶね。これ、ちょっとセット数によっては発狂されかねないな。本当はワンパン想定だったんで、ここ。はい、まあ、今ので、さっきの一旦スキル使い忘れたのはチャラですね。はい、OK です。で闇のやつの場合逆にしっかりスキル貯め直せるので当たりな気がします。今回ねリーダーのリムルに遅延武器つけてるのでそれで遅延入れていけるので当たりだと思います。さあ突破で、ここで残り4でくるので、まあ、4ターンかけて倒しに行かなきゃいけないんですよね。だからそこが注意です。なんで極力火力を出さないように行きたいんだけど、とりあえず半減を張んなきゃいけないんで半減張って、変換からの竜ヶ峰飛んでいきます。で水ドロップはもう最低コンボ3コンボぐらいでいいですね。でこれでとりあえず一発受けに行ってます。水の呪文来ちゃうとめっちゃ削っちゃうのでドンマイです。 OK で2段階目がダメージ無効貫通するので極力2段階目を温存するという手でいけます。ここから先半減なくてもいけるのでこんな感じで想定してますね。水ドロップがあれば使わないとか、まあ、どうせここのターンは半分までいっちゃうのでいかないか、まあ、とりあえず水ドロップがあれば、てか最悪リムル回復ドロップがあればリムルとコンボを自力で組めば軽減張れるのでそれでいいです。 OK、でこれでもう確定で溜まるのでスキル使って削りに行きます。はい、こんな感じで行きますね。うまく やる必要があります。ここだけはちょっとねここがしんどいんだけど、まあ、いけなくはない全然。はい、なので2段階目使うときにダメージが通っちゃうっていうところが、まあ、気をつけるポイントですね。 OK、 はい、でここでまたルーレット作ってくるので、まだかルーレット作ってくるタイミングがあるので、さっき作ってた、そういう時はもう変換温存していくといいと思います。まあ、今回はもうここから先行けちゃうので行っちゃいますね。極力水を、あ火も正方形か、火も正方形組んで、あとはまあ水を極力分割してあげて、あーもう正方形組めないパターン下手すぎる。
いいんです、いいんです、時間かかる分にはいいんです。はい、これで2段階目なんでいけますね。ちょっとグダったけど言っていただければと思います。だからまあ水の方、前の階層で水の方が来た時だけこの感じの立ち回りが必要なのでちょっと気をつけてください。ということで突破ですね。でここまで来ちゃえばね、もうあの正直あとは時間かけてゆっくり削っていけば勝ちだと思ってるので頑張っていきましょう。この水ソニアが来た時はね、もう水ドロップ消せなくなるので、キリミちゃんがいないとお話にならないという感じですね。使ってで、ここは左も同時に倒したいので、まあ、正方形組みに行きますか。はい、正方形組みます。水だけでもいいから正方形組んであげて、こうなりか。ちょっと回復四つ消ししてないけど、エンハンスかかってる。これなんでエンハンスかかってんだ、ちょっと待って、これなんで回復エンハンスかかったのかがちょっと分かんないけど、まあいいか。はい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 、まあいい具合に削れてますね。でここはスキルでダメージ無効貫通できるので全体攻撃入れていけば OK。 えっていうかさ、本当にさ、何これ、思ってたのと全然違う。正直思ってた5倍ぐらい強え。なんか微妙すぎてさ、パーティー組むの本当に時間かかっちゃったんですよ。今回もね、いつも時間かかるんですけど、今回もすっげえ時間かかっちゃったんですけど、いやなんかだから継承もなんかさ、ちょっと独特なものついてるでしょ、部分的に。そんな感じだったんですけど、結果的にすげえいい。で、ここは、まあワンパマきついやろな。キャプテンアメリカが2段階目だったらワンパンいけたかもしれないけど、違うので、まあ、2パン狙いでいけます。これさ、めっちゃ頑張ったらワンパンいけるかな。 L 字消し入れたわ。 L 字消し入れたらいけない、ワンパン。やっぱりね、 L 字消しすごく大事ですね。リュウガメネの第三属性出すのに多分 L 字消しないときついと思うので。どうだ、いけ。さすがにちょっと無理がありましたね。でもこの火力を見るにキャプテンアメリカ2段階目だったらワンパンいけましたね。あ、そうか、こいつは火の火力が通りにくいからいいのか、その辺が。そう考えるとレイランバード以外全員ちょっと火力通りにくいな。じゃあもうここはもう適当で OK。 いやー、ってかリーダーのリムル久しぶりに使ったけど、リムルやっぱり強えな。水消せば消すだけさ、火力とともにコンボ数も増えていくっていうのは非常に使いやすい。パズルもさ、正直さっきからすげえ雑に組んでるけど全然いいですもんね。ということで倒しに行きましょう。あとまあ一応オリーキリミをね、シールド剥がす前に溜め直したいんですけど、最悪溜まんなくても今回スキルの半減があるので受けれると思う、学生無効状態でも。でまあちょっとここは極力シールド割りたいんで水を分割したいんですが、パズルがやばい。ちょっと待って、さすがにひどすぎるか、パズル。何分割？あ、でも、1、2、3、4、5、6分割してるから、まあ、いいパズルでしょう。今、キャプテンアメリカが1段階目だったけども、あ、水の打ち込みえぐいぐらい来てる。これはいけるんかな？てか、闇も削ってるからいけそう。いけましたね。闇来ると、竜ヶ峰の副属性、火力出てえぐいっすね。で、操作時間がここ半減なので、まあ、とにかく水の分割だけは意識していきましょう。竜ヶ峰が水の分割しないとコンボ加算がないので、コンボ数伸びないんですけど、リムルが7コンボしないと軽減貼れないので、ここだけですね。まあ、7コンボいけば最悪軽減貼れるので、水2コンボと、耐久も可能です。さあ、続いていく。
熱っ、強えわ本当に。え、あとさ、キャプテンアメリカ&アイアンマンが3体もいるのに、それでも2ターンに1回誰かが1人しか上限回復をしないので、火力そういう面でも、まあ、かなりどうかなと思ってたんですけど、全然心配ないかも。すげえ強えかも。まあ、キャプテンアメリカ3体っていうのがさ、あ、ちょっとキャプテンアメリカ使い忘れたね、今これ。もう、あれ使った？使ってないね、もはや。間違えちゃった。ああ、もうちょっとめちゃくちゃになってきちゃった。まあ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 。HP 増えてるからいいけど。いや、本当にいいですよ。まあ、そのキャプテンアメリカ3体が編成難易度高いんで、組める人がそもそも少ない問題はあるけど。すげえいい。さあ、これ抜っ、あ、ちょっと2段階目使って、今1段階目だよね。うわ、ダメージ無効されましたね。まあいいでしょう。雲もなくなるし。コンボ減少されますが、もうコンボ減少なんてもう気にならん。とにかく水消しちゃえばもう、コンボ数なんてもう無限にいくんだから。ちょっと、やばいか。これ足りるコンボ数。ちょっとひどいか。いや、もうこんなひどいパズルでも大丈夫よ。さあ、抜きましょう。はい。じゃ最後、ボスですね。で、ボスは、まあ、今回、新万獣木ということで、まあ、火力通りにくいんですけど、まあ、一応、そんな中でもね、キャプテンアメリカの副属性を火のまま残してね、無理やり火力を通しに行こうというね、ちょっと悪あがきしております。どんぐらい削れるかなんだけど、どうかな。ちょっともう、ここはもう本当に、水を極力分割してくださいとしか言うことがないですね。極力水分割。最大 1,2,3,4,5 コンボ。やっぱ水6コンボぐらいが限界なのかな。だいたい生成的に。水6コンボの削りはどうだ。3分の1はいってほしい。3分の1近くいけますね。ただまだ木なので、さすがにここから半分までは持っていけなそうなので、まあ、あと2ターンかけて続けていきましょう。ちょっと回復少ないな。あ、そう、あと、まあ、さっきから適当に変換打っちゃってるんですけど、本当にあの回復ドロップが全然なかったらリムル温存してくださいね。回復ドロップ確保が大事です。リムルにね、熟成があるおかげで、ここまで来ると、HP もね、30万までいっております。やべ、もう一個言わなきゃいけないことありました。今回、右のパーティー画像のリムルにね、闇の軽減プラス3つ、振らせていただいてるんですけども、ちょっとね、闇軽減プラスが、なんか1個もなくて、恥ずかしながら、今回普通の闇軽減、6個、振ってきてます。だからちょっと闇軽減プラス3つよりはダメージ受けるんですけど、こんな感じで普通の軽減6個でも大丈夫です。はい。ただ、あ、もう大丈夫か。サブで入れてるからフレンドにさらされることもないので大丈夫ですね。これさ、フレンドに見られたら恥ずかしいけど大丈夫そう。シールド展開されて、でここも HP さえあれば受けれるので、まあ、特にもう気にしなくていいですね。スキル打ち忘れの心配は、まあ変換ループを打ち忘れたら終わりなんだけど、変換ループしてる限りは大丈夫。シールドはどうなんだろうな。今キャプテンアメリカ2段階目だからワンチャン削れないかなと思ってるんだけど、さあどうでしょう。いけ。さあ、水の打ち込み持って火力は完璧だ。おお、いいね。いや、マジで。いや、待って、ほんと思ってたよりもさ、10倍ぐらい強いんだけど。この辺もさ、シールド、すごいちょっと手こずりながら消していくイメージだったから、想定よりはるかに強いし、まあ、とりあえずここは、相手が闇のうちにガツガツ削りに行きましょう。ちりみちゃんも帰ってきてるので、補強されかけても問題なし。
さあこれでちょっと回復が甘すぎたが、どっつきしてないが、それでも回復は徐々にしていって、回復持ち込みしちゃった。持ち込みこなくても多分回復大丈夫でしたね。さあここで半分ぐらい削って、次キャプテンアメリカの2段階目ということで、まあ、これはもう行ったんじゃないでしょうか。ごめん、俺さちょっとちょっと勘違いしてたんだけど、俺さキリミちゃんさ回復エンハンスないと思ってたけど、回復エンハンスもあんだね。うえわ、ありがたいね。でここトゲあるんで、ちょっと無理せず、もうこんなんでいいでしょひどすぎるけど、こんなんでいいでしょ。途中だけどパズルが、それで勝ったんじゃない。さあどうだ強っ。はい、ということで今回はキリミちゃんをサブに入れた、まあリムルパーティーというか、キャプテンアメリカ&アイアンマンパーティーというか、ちょっと微妙なんですけども、使って新まんじゅう遊んできました。まあちょっとね、あのスキルダメ工夫が必要なところもありましたけども、まあ十二分に強いパーティーだったのかなと。まあ、キリミちゃんも強かったけど、すべてが強かった気がしますね。はい、ということで今回はこの辺でお別れになります。最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。